今回の映画四姉妹物語はですね、赤川次郎さんが原案ということで、シナリオを読ませていただいたんですけども、まあ、赤川次郎さんらしくサスペンス仕立てということなんですけども、お話に聞いたらば、この映画はですね、非常にサスペンス仕立てとはいえ、愛がテーマになっているということで、非常にそこら辺をですね、どういうところにそういう愛が散らばってるのかなって感じで、シナリオを読んだんですけども、まあ、今回いろんな人間がね、映画の中に登場人物がたくさん出てきて、その中の人たちの中のすれ違いだったりとか出会いだったりとか、そういった人間関係の中でこう形作られていく、そういった愛の形みたいなのがですね、サスペンスと一緒にこう転がっていくっていうかね、そういう様は非常に僕も読んでてスリリングな感じがしましたけど、まあ今回この Hello It's Me って曲にしても、僕はここにいるよっていうのが一つキーワードになってるんですけども、僕たち の, そのラブソングだとかね、愛の形っていうのは、そのどうしてもその愛とかっていうのは、その一人じゃ絶対に形にならないもので、誰かがそこにいたりとかですね、そばにいてくれたりとか、そういう形でやっぱり発生するもんだと思ってるんで、そこら辺の人間関係の重要さだとか、そういったものが曲からにじみ出てですね、映画の中にもなんか彩りを添えられたりとかして、一つまた違った感じの見方がですね、映画の中でできたりとかすると、僕たちもすごい嬉しいんで、なんか映画とね、曲が一緒になって四姉妹物語を見るとハロイツミを思い出したりとか、ハロイツミを聞くと四姉妹物語がまた見たくなったりとかね、なんかそういう存在になり得る曲だったら僕たちも非常に嬉しく思ってます。ここにいるよ、昨日までの悲しみ捨て、ハロー君の寂しめに鮮やかな色をつけるよ、声が聞こえるかい、迷った街の中で立ち止まる不安な時、窓に流れ消えるシーン、心を閉ざしたなら美しさわからない、誰もが耳塞いでる痛みとささやきの世界で、壊れたはずの宝物きっと蘇らせて、ハロー僕はここにいるよ、昨日までの悲しみ捨て、ハロー君の寂しめに鮮